の遊園に泊まります。
飛ばします。
ずるいたします。それが一番右側に変わります。焼きますのと、お降りの際、お足元にご注意ください。港南の次は、岩倉に止まります。
ございました。まもなく岩倉に到着いたします。袖口は右側です。できますが通りの際は足元にご注意ください。この次普通電車までのお客様は鶴舞線直通の豊田市行き54分19号のお客様中部国際空港行き59分です。次は小町方面の松堀のお客様も乗り換えとなります。岩倉の次は名古屋に停まります。
がとうございました。まもなく名古屋に到着です。各方面の高速バスと地下鉄線、近鉄線、JR、新幹線、青波線をご利用のお客様はお乗り換えです。お客様は車内にお手荷物などをお忘れ物なさいませんようお支度ください。この内は右側です。特別車のドアは両側が折りたたんで内側に開きます。ドアからは少し離れてお待ちください。名古屋の次は金山に止まります。次
神宮前に止まります。特別車に
には特別車両券、ビューチケットが必要です。停車駅は一流、新安町、東岡崎、向こうです。東岡崎に12時34分、終点豊橋に12時56分の途中です。乗務員とありまして、運転士市川、社長、加藤と内山が終点までご案内いたします。次は地流です。お客様にお願いをいたします。優先席付近では携帯電話の電源をお切りください。それ以外の場所ではマナーモードに設定いただき、通話はご遠慮ください。ご協力をお願いいたします。
口リムです。刈谷、碧南方面と豊田市、佐投げ方面未完線ご利用のお客様乗り換えです。刈谷方面、碧南行き32分、豊田方面、佐投げ行きは35分発です。出口は左側です。開くドアご注意ください。特別車は内側に開きます。少し離れてお待ちください。地流の次は新安城です。
ホームへお越しください。普通西尾行き37分発です。出口は左側です。開くドアご注意ください。特別車は内側に開きます。少し離れてお待ちください。新安城の次は東岡崎です。この駅で矢作は正面の普通東岡崎行きに乗り換えができます。
忘れ物なさいませんようお降りください。出口は左側です。開くドアご注意ください。特別車は内側に開きます。少し離れてお待ちください。東岡崎の次はこうです。
空港です。津田町方面豊川線ご利用のお客様、乗り換えです。出口は左側です。開くドアご注意ください。特別車は内側に開きます。少し離れてお待ちください。この次は豊橋終点です。この駅で普通伊那行きに乗り換えができます。
¿Qué pasa?